ちょっといきなり全然違う話をしますけど、キンプリのメンバーのうち3人が海外を目指して、大賞を発表しました。グループの中で虐げられた人とかなら分かるのですが、えー、平野くんのようなスーパートップの方でも辞めるのが全く理解できません。ジャニーズにいて海外を目指した方が良くないですか日本のテレビにも出にくくなるし、お2人はどう思われますかっていう、一応、そのテレビ業界を見てる人からとしてどうですか これは確かにあの驚きました平野君みたいなね、あれだけ、うん、あのドラマの主役までやって、うんえー、売れてる人がジャニーズを辞めるっていうのは、だからこれはもうあの、ジャニーズの崩壊が始まってしまったのかなっていうふうには思いますね、うんあの。ジャニーズを出てしまったら、多分地上波のテレビはなんかには出られなくなっちゃうんじゃないかっていう、そういう恐怖があったのが、あの彼らは大丈夫だって踏んだんでしょう、だから。 まあ確かにあの新しい支持の人たちもちょこちょこ出たりしてますよねでも SMAP の, SM の,あの新しい支持の方々は前に比べてやっぱ地上波の露出はそ,それでも何で、うんなくなるんだけどもジャニーさんもお亡くなりになってそれからあの滝沢さんですかあの方もお辞めになった、うん、そうなってくると、うん、もうやっぱり時代が。 えー、あのジャニーズの力が弱くなるっていうわけじゃなくてテレビ局を使う側もあのもうそこら辺、いちいち気を使わないと、えー、昔はね、やっぱり、あのー、このプロダクションの人とこの人とは、えーあのーえー、いろいろ忖度したっていうのがあるんでしょうけど、うんうん、もうその時代が変わってきたとょうことでしょう、えー、平野君とかが全然出なくなってね、干されたらね、ファンが許さないでしょ、<と>そうなったら。 だから逆にファンがそ,のそんなひどいことするんだって言って、ジャニーズに残った子たちに迷惑がかかるかもしれ、ねうん、そ,そうそう、そうそんなことする事務所なんだっていう、うん、そうそう、ジャニーズにとってもマイナスだから、今まで通り普通にテレビ局も使うだろうし、えーうん、だから彼らにとってマイナスはなく、プラスが多いと思ったから出るんでしょうね、きっと。ジャニーズ事務所が弱くなったというよりも、芸能事務所が弱くなったということな気もしますけどね、うん、あそれも多少あるかもしれないですね。 大手の芸能事務所じゃないタレントがテレビの、ね、一線で活躍してるっていうのも最近ありますもんね。